分かりますでしょうか。今室内なのに目の前を何かが横切ったと思ったら鳥がいるんですね。はい、終わり。ありがとう。オーストラリアの空港でのハンバーガーです。これが座ると幸せになるという、なんだっけこれ、ちょっと全体で一枚写真撮ろう。ちょっと全然全然全然、ね、石の名前なんだっけ。みんな座って、はい、今日はい、今日今日はなんだけど、ちょっと石の名前なんだっけ。みんな可愛いですか、あの石の椅子の名前。名前なんかあんの？え？名前なんかあんの？あ、聞いてなかった感じですか？聞いてたけど、名前なんだっけ？いや、素晴らしい笑顔だね。何？あ、ごめんなさい、今オペラハウスと逆光が大丈夫。お、いい。あれ？これはいい。これさ、ハーバードブリッジだっけ？ハーバードブリッジだっけこれ？ハーバードブリッジ。ハーバードブリッジだよねこれ。そうそうそう。そうオペラハウスと。ハーバードブリッジ。ハーバードブリッジ。ハーバーブリッジだっけ？さっきカメラ持ってる。すごいいい時間帯に来れました。めっちゃ綺麗です。ありがとうございます。お願い、お願い。どこどこどこ、はい、スーパースポット岩、岩、岩、岩のどこの岩、岩、あ、あそこの岩、一番奥、うん、あ、いや、もうあれあれあれ、シドニー市内を行って行って、観光しております。なんか一言、観光してます。イエーイ、あいだわあいだわ、今からあそこ行くか。友達が今から下の岩までちょっとなんか実況しながら行ってよ。実況？何すればいいんすか？あ、ちょうだい、一言ちょうだい。今アップ撮っ、あ、これさ渡しとく。はい、あ、チリーンってなるからね。進化の方々もね、コカ・コーラのゴミあるよ。ガチな実況っすねそれね。もう完全に今君を独占してるよカメラは。マジ？もう、もう、君の世界になってる。さあ、始まりました。シドニー観光。今から海へ行ってみましょう。カメラ撮ってる人いるから早めに終わらせます。あいつの尺結構長い。あ、いいね。海の匂い。そりゃ海だもん。いや、なんか潮の香りがするよ。完全にもうあいつも一本着取ってるから、何を持ってくる、何かになすこまれ、舐めます、マジで舐め、集合、集合、集合、はい、ありがとうございました。気をつけて帰ってこい、舐めます、ね、いやー、よっぱ上がった上がった。現在オペラハウスの正面に来ています。そして、人だかりも撮ってきて、ハーバーブリッジ、そしてオペラハウス、ものすごい近くまで来てます。ハーバーブリッジを建てたのは俺だ。はい、わけわかりません。トランペットです。あのさ、どこだっけ、メルボルンの空港で楽器あったじゃん。あー、やってた。あれやってる人もいる。下から音楽が。いいね、いいね、ジャズ。そんなところでジャズを。やべ、こん
こんな感じでシドニー観光楽しんでおります。めっちゃ綺麗じゃん。シドニーの街並み。ごめん、また音入っちゃったよ。現在昼間のオペラハウス来ております。昨日オペラハウスの中入らなかったんで今日は入りたいと思います。俺はなんで走るあいつを撮ってるんだろう。気分の方はめっちゃ最高。さっきと言ってること違くね。あいつ海風に当たって俺はもう力をね。あ、なるほどね。というわけでオペラハウスの中入っていきたいと思います。オペラハウスの目の前、もう中入ってる。これこれといって中に入れるわけでもないのね。ここスペラハウスでけー。あ、太陽で見えない。現在シドニー市内観光中でございます。いい買い物をしたぜ。てかビルばっかでさ寒いよ。日が入んないよ本当に。ちょっと肌寒くらい。日本の秋とかそれくらいだよね。そうそうそう、そんなもん。とにかく雰囲気が銀座。本当に銀座。バリバリ信号無視してるよねこれ。あー、青か。もう赤点滅だもん。早い。ムービー収めました。こっちではね青点滅じゃなくて赤点滅っていうね、ちょっと日本人泣かせなとこがさっき止まっちゃったし、ね、赤点滅してんのに。感じでシドニーを歩いております。到着の一言。着きました日本。今は何時？7時 10分過ぎ15分。あと1時間暇です。バスがね、バスがね、リムジンバスが、ね、とりあえずね日本の水は柔らかい。おー、うん、すっごい柔らかかった今。軟水だからね。軟水だから、うん、向こうめっちゃ硬かった。